はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。昨日ですね、5月1日サニーレタスを、50株ほど収穫しました。で、このサニーレタスは3月多分中旬頃だと思うんですけどね、去年のサニーレタスが越冬しましたのでね、じゃあこのまま捨てちゃうのもったいないんで、植え替えようかっていうことで植え替えました。で、3月いっぱい、今4月下旬の頃までね、ほとんど大きく ならなくてね、ああこれはもうダメかなと思ったんですけどね、1週間くらい前からですから、4月の下旬の頃ですかね、頃からね、徐々に育ち始まりまして、今一気に育ってます。もう一日と言えないですね。で、これももうゴールデンウィーク中にはほぼ全部取らないと大きくなりすぎちゃいます。はい、こんな感じですね。もう大きいのはね ほとんど取っちゃってます。で、昨日ね、会社の持っていた会社の 同僚にね電話しました。取りに来いって言ったら、行くよって言うんでね、袋で2つだから7、2、14、15個ぐらい持ってったんかな、持っていきました。はい。で、これサニーレタスの話をするのではなくて、今回はね、苗の選び方です。で、今頃の季節になるとね、いろんな野菜の苗が売られてます。で、まあ よくね、言われているのは、軟弱徒長は良くないよと、要はでかいやつはダメだよという、動画がね、よく見られます。はいはい。で、普通はね、同じ農家さんが作ったものが、まあどんとね、100本とか200本とか売り場で売られてるはずです。で、その中から小さいものを選んじゃうと、これって生育不良なんじゃないのって思うんですけどね、私の考えすぎでしょうかね。で、ここね、ぐるっと、はい、回りますと、これが3月の中旬の頃ね、植え替えたサニーレタスの苗の余った ものです。はい。で、やはり小さいものは小さいんだよね、そのままなんだよね。はい。これがね、今10センチか15センチぐらいでしょうかね、残ったのがね。まあこのままここで大きくなれば食べようかなと思ってるんですけどね、あまり、3月の中旬の頃から大きくなってません。はい。それに比べて、こちらはね、もうほんと大きいのはね、 ほとんど取ってしまいましたので、この辺がちょっと大きいかな、残ってるのでね。で、これでも草丈30センチぐらいになってますからね。はい。ですから、軟弱徒長で大きいのは確かによくありません。でも、じゃあ小さいのがいいかっていうと、小さいのは生育不良なんでね、軟弱徒長よりも悪いです。はい、そういうことなんでね。まあいろんな YouTuber の方がいろいろ言ってるんですが、その目の前にある苗はどういう苗なのかっていうことだよね。で、ですから、まあ、100本あるうちの、まあ、ひょろひょろと大きくなってるのはダメだからって言って、小さい苗を選んで買ってきちゃいますと、それ生育不良でね、結局育たないと。小さいものは最後まで小さいんでね、これはどうしようもないんで、まあ、外れを引いちゃうことになりますんで、その辺は慎重にね、考えて、買ってきてみてください。これなんかもね、結構大きくなってます。もうちょっと大きくなってから収穫でもいいですね。はい、そういうことで、まあ私の場合はね、今ここに植わっているサニーレタスは、大きいものから順番に植えてきました。で、先ほどあったのが最後に残った苗ですけど、やっぱり小さいものは小さいです。やっぱりダメですね。はい、そういうことで、苗を選ぶときは注意してください。はい、以上です。はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。3月にね、
3月にね、植え替えました、ネギですね。で、その植え替えた時に動画でも言ったんですが、腐敗病が出ていて弱ってます。で、腐敗病で、弱った苗を植えたんですが、やっぱり元気ないですね。やっぱりダメなものはダメと、植え替えた方がいいのかな。まあ一応種を買ってきてね、巻いてね、植え替えしようかなとは思ってるんで、まあ準備ができ次第ね、植え替えたいと思います。で、まあやはりその、腐敗病で弱ってるとは言ってもね、子孫を残そうとして一生懸命、ネギ坊主つけてます。これからね、花が咲いて、黒いゴマのようなね、種ができるんですが、今年は、嫁のね、両親がね、来日してます。で、なんか確か中国人はこのネギ坊主を食べるらしいんですよ。んで、これどうしようかなーって今考えてるんですけどね、ネギ坊主のレシピなんてのもあるんで、ちょっと今年は、いつもですとね、このくらいで全部取っちゃうんですよ。取っちゃうんですが、今年はちょっと取るのを少しやめて、4日にね、嫁が来るんで、ヘアリーベッジのすき込みやるんでね、4日に嫁が来ますんで、嫁が来てからね、ちょっと考えようかなと思ってます。はい、こんな感じでね。でも自然の力ってのはすごいよね。本当枯れるか枯れないかの状態でいるネギなんですが、しっかりと子孫を残そうとしてね、ネギ坊主が出てきました。はい、これからね、このネギ坊主どうするか考えたいと思います。はい、以上です。